rallies. こんばんは、ラリーズ編集部の山下です。今回は強豪卓球部の1日に密着ということで、創部20周年で全国選抜優勝の出雲北陵高校の1日練習に潜入しました。休日のゴールデンウィークの1日練習に朝4時半に起きて命がけの潜入取材をしましたので、ぜひご覧ください。この練習密度を見ればなぜ強いのかが体感できると思います。それでは本編をどうぞ。練習日何でもいいんだよ。準備準備してよ。ラジオ。反省してるってことだ。
フィジカルトレーニングを重視してる理由というか、チームとしてフィジカルを大事にしてるその先生のなりの考え方っていうところをお伺いしてもいいでしょうか。やっぱり伊勢の北陵っていうのは他の学校の先生方の話を聞いてもイメージとしてはバランスがいいとか安定してるとか、こういったイメージが持たれてる先生方が多かったと思うんですけども、そこにより力強さとか粘り強さっていうところを北陵の卓球の文化に加えたいっていうふうに思って、でコロナを機にフィジカルを見直してフィジカルを伝えたことによってできることが増えていって、まあいろんな卓球の引き出しも増えていったっていうところで、今も継続して、まあ、フィジカル強化をしてるっていうところですね。はい。
最初1コマ目がフットワーク練習から入るっていうところはもうずっとなんですか？そうですね、動いて打つっていうのがまあ卓球の原点だと思うので、まあ、まずはそこをしっかり鍛えて、まあ、その上で小技を絡めてしっかり決まるまで打ち続けれるっていう連続攻撃っていうところが、まあ、うちの卓球の肝になってると思うので、そういうところはやっぱり練習の中でも大事にしてますね。
今まあチームを率いる立場というか最高学年にもなって、まあ、他のチームにないこのチームの強みってどういうところだと感じてますか？こういう厳しい生活をしてて自分の思い通りにいかないこととか我慢しなければいけないことっていうのが普通の生活してる人に比べたらまあ多いと思うんですけど、うん、そういったその我慢強さとか思いやる気持ちとかっていうのは団体戦になった時のチームの団結力につながってると思うのでそこが一番の強みかなっていうふうに思います。
学年が悪いにつれて何か刺激になったことはありますか？自分が高校上がるタイミングで自分の同級生がまた新しく3人増えて、この3人の影響っていうのは自分にとってとても大きいなっていうふうに思ってて、3人ともめっちゃ頑張る選手で、まあ、勉強も前までは自分が同級生の中ではダントツで一番だったんですけど、その3人とも結構勉強も高いレベルでやってて、あとは前までこの寮じゃなくて下宿だったんですけど、そのランニングで下宿まで帰るっていう時があって、その時も前までは自分が一番で帰ってたんですけど、その3人とも自分についてくるというか、もう結構競争があったりとかして、その3人の頑張りっていうのが自分にとってもとても刺激になって、まあ、負けてられないっていう風になって、前よりもさらに頑張れたかなっていう風には思ってます。特にどういう時に感じますか、同期の存在の大きさは？自分が落ち込んで出たりとか、うん、する時にどうしたんとか聞いてくれたりとか、6人いるんですけど、うん、6人とも結構仲が良くて、6人で結構喋ったりとか遊んだりっていうのも結構するので、そういう時にとても楽しいなって感じたりとか、いてくれてよかったなっていうふうに思います、うん。
け。出した出した。下宿から新しくできた寮の経緯などをまずお願いします。発送部して19年間うちの実家の方で生徒を預かってたんですけども、何分うちの両親が80近いっていうことで、まあ、いつまでもちょっと下宿で生徒を預かるわけにはいかなくなってきて、数年前から下宿ができなくなった時に、子供が預かれなくなった時にどうしようかっていうふうなことはいろいろ考えてはいたんですけども、たまたま SRE という会社の社長さんの方から寮を立てるので、まあ、日本一のチームを目指して頑張ろうっていう話をいただいて、昨年の4月から今の寮に移ってみんな生活してるっていう感じですね。新しい寮ということでお邪魔させていただいて、まあ、設備もあり綺麗に整ってましたけど、やっぱり生徒さんにとってはいい寮ができたっていうのは、チームとしても監督としてもガラリと環境が変わったっていうところで、いい影響っていうのはどう捉えてますか？一つは学校からの距離が近いので、練習が終わってから寮に帰ってすぐ食事ができたり、やることをすぐできるっていう、時間を有効に使えるっていうところは非常に選手にとってはいいと思いますし、あとは逆に今大変なこともたくさんあって、まあ、今まで下宿の時はまあ私の両親であったり家内であったり地域の人たち、大人の目がたくさんある中で子供をみんなで見てたっていう形ですけども、まあ、今はもう私だけが、まあ、寮監として一人で、まあ、入ってる状態なので、なかなか大変なところもたくさんあるんですけども、子供たち自身がいろいろこう自立して生活は今できてるとは思うので、子供の成長につながる寮を建てていただいたっていうふうに思ってます。今から部屋とかを紹介していきます。お願いします。ここはまず先生の部屋で、日頃先生が寝たりとか生活をしている場所です。一番気をつけないといけない。はい。次にお風呂場で、お風呂場には洗濯機とシャワーが3つがあります。で、中はこんな感じになってます。おー、でも綺麗でいいっすよね。はい。お願いします。じゃあお願いします。今日はみんなが食事をする場所で、みんな楽しく生活してる一番リラックスできる場所だと思います。おー、幼鳥っぽい。はい、確かにリラックスしてる。OK です。ギャラリーがついてきてる。じゃあ、おすすめの部屋を紹介してください。あ、じゃあ、いっぱいいますか。今ちょっと違う。ガチャ。まず、自分たちがこの部屋で生活をしていて、で、主に勉強とか、卓球ノートとか、寝たりしていて、で、今、この子みたいな、ちょっと宿題を焦っている子をいたりします。間に合いますか、宿題？わかんないっす。頑張ってください、うん、消灯時間まで。先生方のこう指導陣を見てても、特別何かをやらせるというか、こうワンポイントで気づきを与えるというか、はい、そういうスタイルでやられてますけど、うん、その辺の考えについてもお伺いしていいでしょうか？ストロングポイントとかウィークポイントっていうのは選手によって様々なので、その選手の個性に合わせた指導をしていきたいという思いがあるので、まあ、アプローチの仕方は選手それぞれに対してやっぱ変えてますし、やっぱ性格も違えば使ってる用具も違うし、育ってきた環境も違うんで、その選手にとって一番いいアドバイスをしてあげたいっていうことで、一律こういうプレーをしなさいとか、こういう打ち方を必ずしなさいとか、まあ、そういったことは強制はしないですし、まあ、逆に生徒がどういうふうに思ってるのかっていうことも引き出しながら指導してるっていうところですね。小野選手だったり黒田選手のお話を聞いたりしてると、彼ら特に頑張れる子だなっていう、それなんか頑張れる子が多いのかなっていうのも一つ特徴かなと思って、まあ、どう見てますかその辺は？指導者の
の言うことを、まあ、よく聞いてストイックに練習に取り組める真面目な選手が多いとは思います。その中でも、まあ、小野とか黒田は指導者の言うことだけを聞いてやるのではなくて自己分析とか自己研究っていうのも、まあ、自分でできますし、まあ、その中で自分のストロングポイントとかウィークポイントをやっぱ自己発見できて、でそれを練習の中に落とし込んでやっぱ自己改善していけるっていうところがいいところかなと思ってます。その考える力っていうのは特に2人はありますし、その分成長スピードはかなり速いとは思います。学校生活どんな感じですか？特に小野選手とか黒田選手とか。小野は非常に明るくて素直で謙虚なんで、学校内外問わず彼のファンは多いですし、文武両道で勉強の方もしっかりできるので、何に対しても一生懸命取り組めるっていうところは卓球にも通じてるところがあって、黒田もあまり喜怒哀楽を表には出さないですけどもまあ本当黙々と卓球の練習もそうですけど勉強についてもそうですし、寮生活学校生活においても、まあ、落ち着いて行動できるっていうところは彼の良さだと思いますし、彼の成長スピードっていうのはかなり速いと思うので、そういうのはやっぱ、まあ、日頃の彼の立ち振る舞いっていうのはかなり大きく影響はしてると思いますね、はい、そういうしっかりして頑張れる選手が中心にいるっていうのはやっぱりチームにとってはかなり大きいいい影響がありますか？そうですね、チームの中心選手が一番頑張ってくれると他の選手にもいい影響がありますし、このなんかやっぱ姿勢でも言葉でも引っ張れるので、彼の影響力っていうのはチームの中でもかなり大きいですね。朝話してもらった家族ダブルスみたいな話もお伺いしたいなと思って、はいはい、20周年を迎えて卒業生もたくさん増えてきてっていうところでの新たな取り組みみたいなことなんですか？チームというよりやっぱり北陵ファミリーで戦いたいっていう気持ちがあって、新しい企画として親子ダブルス大会っていうのを、まあ、元旦に行って、まあ日頃親元離れて生活してるんでなかなかこう親子の触れ合いっていうのもないですし、まあ、我々も私も相葉先生と一緒にダブルス組んで、まあ、出たりして和気あいあいとできたんですけども、非常にこうチームの雰囲気というか保護者と生徒と指導者とか、まあ、一つになれるような、まあ、そういういい雰囲気作りにその大会がつながったかなとは思いますけども、はい、小野親子が優勝したんでしたっけ？小野親子が優勝しました。あちなみに僕3位です。あ、はい、選抜で日本一になって何か変わりましたか？我々は変わらないんですけど、やっぱり周りがチームを見る目っていうのは大きく変わって、良くも悪くも注目されるチームになったとは思うので、子どもたちにはいい面をしっかり見てもらえるようなチームにしていこうっていうことで、まあ、それこそ日頃ですよね。日頃の自分たちの立ち振る舞いっていうのがダイレクトに強化につながってくると思うので、より学校生活とか寮生活とかそういったところは気を引き締め直して頑張ろうっていう話はしてますけども、まだまだ自分たちの力が足りないっていうのは、まあ、優勝しても子どもたちもそう感じてるので、まだまだ強くなりたいとかまだまだ勝ちたい、まあ、もっと教えてくれっていう風な貪欲さを生徒も持ってるので、そういう点では慢心というのはないですね、はい、今後に向けては中1が多く入ってきたりとかチームのメンバーも増えましたけど、まあ、20周年をから次に向けては、まあ、先々に向けてどういう風にしていきたいとか何かありますか？まずは目の前のもう試合に全力を尽くそうっていう話をまあしてるので、まあ、あまり先を見ずに、まあ、今できる最高の試合を一大会ずつ一試合ずつやっていこうっていうことで、具体的にこうしたいあしたいっていう目標はあえてまあ掲げずに目の前のことに集中しようっていう、そういう風に子どもたちには話はしてます。全国選抜優勝して、まあ、いろんなメディアの方に取り上げていただいて、次の目標はインターハイ優勝ですねとかって言っていただくんですけども、いやいやまだまだ、まずはインターハイの予選ここ勝ち抜かないと、まあ、インターハイもないので、日本でも有数の予選激戦区なので、島根県の予選をしっかり勝ち抜けるように、まあ、今頑張ってるところですね。卒業して大学で活躍されてる選手も多いですし、実業団で頑張ってる選手も
いらっしゃいますけど、 OB の活躍を見てたりだとかプレーを見たりして思うことだったりかけたい言葉だったり何かありますか？やっぱりまあ卒業生の活躍が今の北陵の生徒の励みというか刺激にもなりますし、今の北陵の生徒の憧れであってほしいっていう思いがあるので、卒業した後ももっと上を目指して頑張ってほしいと思ってますし、現状に満足するんじゃなくて向上心持って大学であっても実業団であってもやってほしいなとは思ってます。うん、出雲北陵の皆さん、取材ご協力ありがとうございました。日本一になり、さまざまなプレッシャーがある中、インハイ予選も無事通過し、春夏連覇に挑む出雲北陵高校、朝から晩まで一日密着させていただき、シンプルに質が高く量が多い練習をしっかりとこなしているから強いということが分かりました。インターハイでの戦いぶりも今から楽しみです。キャプテンの小野選手のインタビューもあるので、そちらもお楽しみに。最後に古瀬監督の指導の礎となった経験を語ってもらいました。指導において大事にしている点があればお願いします。子供たちはまあ覚悟を持って出雲の方にみんな来てくれてるので、まあ、親元も離れて親御さんもまあ覚悟を持って送り出してくださってるんで、全員が卒業するときに北陵に入学してよかったなっていうふうに思って卒業しててもらいたいっていう思いがあるので、出場する選手だけじゃなくて残念ながらレギュラーになれなかったとかベンチに入れなかった子も北陵入って学ぶことが多かったっていうふうにしたいとは思ってるので、それぞれに役目を与えたり、まあ、あるいは僕もまあレギュラー選手よりかもイレギュラーの選手に声をかけるようにはしてますし、そういうのはまあ自分が大学の時にレギュラーにはなれなかったんだけれども監督さんにすごく大事にしていただいたっていうふうな経験があったので、今教員になって子どもたちにそういうふうにしてあげたいなっていうことで、必ず一人に対して一言ずつは必ず毎日声をかけようっていう一人一言運動毎日ずっと続けてます。大学の時に大事にしてもらったっていうのはもう少し具体的に言うとどんな感じだったんですか？3年生の後半からまあ主務として、まあ、裏方に回ることもまあかなり多かったので、裏方として一流の裏方になろうっていうふうに自分の中で決めて、レギュラーの選手がまあ一番力を発揮しやすいような環境を裏方として作ったり、自分にできることは精一杯やろうっていうふうに思ってやってたつもりなんですけども、そこを新次さんに評価していただいて学生リーグの最終戦に古瀬を出したいっていうことで提案していただいて、本来であれば順位が決まった後のリーグ最終戦なんで1年生に経験を積ませる場なのかなとは思うんですけども、それでもまあ4年生の自分を出してくださったので嬉しすぎて勝ち負けじゃなかったですね。もう本当感謝とか、試合終わった時自然に涙が出てきました。スタンドにいる OB の方とかも一緒に泣いてくださる方がいて、本当に一生忘れられない試合を経験させてもらいました。まあ、本当感動しましたね。明治での経験と、まあ、指導者での青森山田の経験というのが原点というか今の指導の礎というか。そうですね、やっぱり本当すごく出会いに恵まれていて、いろんな方からいろんなことを勉強させてもらって今の自分があるので、本当にもう感謝しかないですね。Rallies.